みんながいるこの2階と3階でいいんじゃない？じゃあ私3階に行って、ついでにそこにいるみんなにも配ってくるわね。これでそばにいるのがあんたじゃなきゃね。冗談よ冗談。さあ上に戻ろう。それが部屋にいなくて。新たな犠牲者かもしれへんで。次から次へ人が消えていくんや。キツネ、いい加減にしなさいよ。私、新館の方に行ってみる。そうね、手分けして探しましょう。しのぶちゃんはいいからね。もう夜遅いし。よーし、うちも張り切って探すで。
ントスタート。なかなかやるじゃん。やっぱり一人より二人の方が心強いね。頼りにしてるわ、ケイタロウくん。全然何も見えないわけじゃないし、二人で行けば何かわかるよ。このまま行こう。結局、何もなかったみたいね。あの悲鳴は何かの聞き違いだったのかな。何かが引っかかってるみたい。一応中に声をかけてみたけど、誰もいないようだし。私の勘違いで余計な手間取らせちゃってごめん。優しいね、ケイトロ君は。戻ろうか。何を一人でブツブツ言ってるのよ。別にいいわよ。どこから探すの？心当たりって露天風呂のこと？まあ確かに調べてなかったわね。あら、浦島くんになるさ。なんでここにむつみさんがいるんですか？あれ？そういえばどうしたでしょうね。浦島くんは知ってます？あ、そうだ、思い出しました。私、外を歩いてたらあんまり風が強いから飛ばされちゃって、それでここまで来ちゃったんです。沖縄、しのぶちゃんに会ったんですよ。忙しかったのかしら。声をかける前に叫びながら走っていってしまって。あの、むつみさん、しのぶちゃんに会ったのって日向荘の中でですか？あら、よく知ってますね。騒がせな。とりあえず真相は分かったんだから
しのぶちゃんに話してあげたら？頼んだわね。先輩、さっき元子さんに聞きました。元子さんが気絶しちゃったのはたまちゃんのせいなんですって。最近多少は慣れたと思っていたのだがな、さすがに袴に入ってこられると。そうだったんですか。私ったらみんなにもむつみさんにもなんて迷惑を。うん、今日の浦島は随分と頼もしく見えるな。現像しなくてもいいですよ。私、台風も幽霊も先輩と一緒なら怖くないです。これからも日向荘をよろしく頼んだぞ、浦島。